押して特製ミートパイだ。いただきます。やっぱり酒はうまいが料理はまずいって評判なんだよな。うち、それを先に言え。なめてんのか、このガキ。おい、こいつ剣持ってるぞ。やれやれ、困ったお客さんだな。片付けろ。たく、タリーナ、俺に何の用だよ。ぶ、豚が喋ってる。いちいち驚くの、これだから田舎者は。ホーク、床掃除頼む。ち、めんどくせえ。残飯処理係も楽じゃねえぜ。たく、もうちょっとマシな残飯食わせろよな。豚の丸焼きならもうちっとマシに作れそうな気がするな。うまーい、ここの残飯最高。七つの大罪。おう、若いマスターさんだともう知らねえか。手配書があるじゃねえか。あれだあれだ。10年前だっけ、王国全土から集められた聖騎士様が何十人も殺されたって大事件があってな。その犯人がこいつら七つの大罪よ。聖騎士長様に至ってはあまりにむごい殺され方で、見れた姿じゃなかったって言うじゃねえか。壇上のメリオダスってのがまた恐ろしいやつでな、国一個滅ぼしたって話もあるくらいだ。